八代目、市川團十郎家へ七年八月六日は、天保年間から幕末にかけて活躍した歌舞伎役者。野号は成田屋。縄文は三章。河門は行用ボタン。背面に白煙がある。その美貌によって広い人気を集めたが、三十二歳の時突如として自殺するという衝撃的な最後を遂げた。文政六年、七代目。 一川團十郎と目合わす、身の長男として、江戸に生まれる。團十郎家の後継ぎとして見込まれて、生後1ヶ月で、初舞台を踏み、二代目、市川新之助を名乗る。文政8年、数え3つにして六代目、市川海老蔵を襲名した。さらに、天保3年には、父が5代目、市川海老蔵を名乗ったのに合わせて、10歳にして、市村座で八代目。 一川團十郎を襲名する。天保十三年に父親の七代目團十郎が江戸追放になると八代目は16歳で江戸歌舞伎界の最高責任者となり、後下二年には父に代わって家を守る親孝行者として幕府により表彰される。これにより八代目の人気は爆発的に高まり、スケクの舞台上で八代目神を沈めた桶の水を美眼水として、 とっくり一瓶一分で販売すると飛ぶように売れ、中には八代目の丹を、丹十郎の五丹、守るとして販売するものまであった。おもながの美貌で、歴代の丹十郎とは全くと種の異なる二枚目、役者だった。天保の改革によって一時深刻な不況をこむった、江戸の芝居町に、人手が戻ったのは、八代目丹十郎に追うところが大きかった。上品な中に、 独特の色気があり、おっとりとした愛嬌が身に備わって嫌味がなかったという。当時の批評には男ぶりは優れて美男子というにあらねど、いわゆる息で高頭で人柄で、色気はこぼれるほどあれども嫌味でなく、済ましていれども愛嬌がありとある。爽やかで高音の効いた調子のセリフ回しがうまく、こうした特色は、 彼が初演した、よはなし上吹きな横串のよさぶろうによく現れている。同作は、瀬川助行が八代目のために、海江六年に書いたものである。海江七年、大阪の芝居に出演していた父、海老蔵を訪ねて、東海道を登り、名古屋で父と一緒になって、舞台を務めた。七月中には、大阪に着き、道頓堀で船乗り込みを行って、稽古にかかったが、初日に、 旅館の一室で突如喉をついて自殺する。去年三十二。同期は不明だが、一説には七代目の作った多額の借金返済のため図らずも、大阪の芝居に出演することになってしまったため、江戸の座元への義理を立てたと言われる。八代目の死へは三百種も出たといい、中には七代目と江戸の座元との板挟みに悩んだと、する自害の原因を描いた死へもあった。 天王寺村の一神寺に葬る。法名は、清むしろ神寺。八代目の死により返済できなくなった市川家の、釈罪は、新生寺が処理した。八代目、市川團十郎の死へ。三代目、歌川報告筆。1854年得意な役柄は、切られ、与蔵の与三郎のほかに、菅原伝授手習い館の梅めを、 地雷や豪傑丹の地雷や、女六初演江戸桜の花川戸助六、偽ク、ニ紫中、源氏の足利光氏などの二枚目のほか、荒ごとも好んで務めた。市川宗家の芸に、和ごと芸という新しい分野を開拓、その芸の系譜は十一代目男十郎に引き継がれる、ことになる。独身で講師がなく、二十年の空白を経て、弟の初代、河原崎権十郎が九代目男十郎を、 襲名している。ありがとうございます。